白ラクダのアビラです。はい、でもう一匹黒いラクダのウンヒャーと言います。こいつは性格悪いです。で、まあそんな感じで準備をして、これザイード、さっき の白い服着たザイードさんの実家、家です。でこの家にまず集まって、こう、まあ、まず朝飯を食ったと思ったら、もう荷物を積んで、これうんこですね、もう早速出発いたしました。ラクダの足音です。季節はモロッコの中でも冬なんで、1年のうちで一番過ごしやすい季節です。夏場になると50度ぐらいなんですけど、冬場はマックス30度ぐらい。でも冬は、朝方がものすごい冷えます。多分温度計は持ってなかったんですけど、0度以下になってると思うんですよ。というのはテントの表面が霜でパキパキになってたんです。相当寒かった。かなり回転を苦しました。こんな感じです。昼間は何度だった？え、昼間が何度？昼間が、マックス30度ぐらい。それで夜は0度下がります、すっげー下がります。で、僕はこの iPhone で iPhone4 で撮影してたんですけど、まあ気をつけて砂とか防いだように袋とか入れてたのに壊れなかったみたいですね。まあこうやって下には荷物を乗っけて完全に歩きで回りました。32日間ぐるぐる歩いて、井戸ですね、いわゆるな二人の通称。感じです。で、30日間何か残したいような気持ちになったんですかね。なんでモロッコに行ったかそもそも分かってないんですけど、一生懸命日記書こうと思って、日記を毎日書いて、この黒革の手帳に松本清張に書いてきました。